ありまして、寒くなってきたし、一方で、もみじの紅葉が、本当に色鮮やかな今日、小鍛冶和尚にご協力をいただき、また檀家の皆様方のご理解をいただき、商工会議所、観光協会、さまざまなご協力をいただきまして、晴れて、この雪舟が学んだと言われる興福寺のこの境内全容を、ただいまからライトアップしたいと思います。このボタンを押すと一斉にふわっとこうね光り輝くんですが、どうもこのボタンの下に電線がつながっていないというか、テレパシーでつくのかどうかよく分かりませんけれども、勇壮な霊言の火がこの境内に浮き上がってくると思います。今日くしくも衆議院の解散日と重なりましたけれども、我が国が、昨年の震災以降、本当に足元を照らす光がない、みんな背中が丸まっている中で、やれ節電だなんだという話もありますけれども、やっぱり我々総社市民は上を向いて明かりを照らして胸を張って勢いよと元気で過ごしていくべきではないかなというふうに思います。そういう意味では本当に小鍛冶和尚のご協力には心から感謝を申し上げたいと思います。皆様がですね、本当にお幸せで、そして元気いっぱい風邪などひかないで、暮らしていかれることを心から願いご挨拶といたします。本日は本当にありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、本日のライトアップの開催に際し大変お世話になりました興福寺住職小鍛冶元親様、お願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。ただいま市長さんからご挨拶ございましたが、私が協力するのというのは本当にありがたいお言葉でございます。協力するどころか、私とは古い形からのお寺をより美しく入れていただくこの企画を組んでいただき、まずそのことに市長様はじめそれぞれご協力いただきます方に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。ライトアップも3年目を迎えました。まず第1回目、2回目はですね、庭を、日本の庭は部屋の中から見るように作られている。そういう意味から建物の中からこの紅葉の美しい姿を鑑賞しようということで、建物の中から鑑賞をしてまいります。これが1回2回と続きまして、大変皆さん喜んでいただきます。私もこの姿を見まして大変嬉しく思ったわけでございますが、本年は国の大改修ということで工事をしております。中に入っていただくことができません。そう申し上げましたら、近くの方々が、それじゃあ境内を明るくしよう、いろいろと私の役者さんを組んでいただきました。この企画はですね、逆に皆さんがご自由に参加させていただき、そしてもみじと一緒になってこの紅葉の中に飛び込んでいただく、そういったお気持ちでどうぞご一緒にとご参加いただければと思います。本当に感謝申し上げますが、こういう企画をしていただきました、そして皆皆様のご協力に感謝を申し上げまして、言葉は足りませんが、ご挨拶に返させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。
それでは本日お忙しい中ご臨席を賜りましたご来賓の方々よりお言葉を頂戴いたしたいと存じます。はじめに岡山県議会議員江本新和様お願いいたします。皆様こんばんは。ご紹介いたしました岡山県議会の江本でございます。本日は誠にお礼たいというところでございます。お寒い中皆様もお集まりいただきましたことを私の方からも感謝申し上げます。先ほどお話がございました通り、本当にこの子たち住職さんのご協力あるいは皆様から皆様のご理解そして市役所商工会議所の協力によりましてまた今年もこうやって伝道式が行われます。私はこの法福寺は総社市の財産であるというふうに思います。そして観光の拠点であり皆様方もこのもみじをそしてこの庭園を見ていただいて明日への活力へつなげていただければと思います。最後になりましたが皆様方の幸せを心からお祈り申し上げまして私のご挨拶とさせていただきます。そして職員の皆様この点灯式のボタンいいタイミングで気をつけてください。以上で終わります。こちらへは光が出てるんでありますけど全然皆さんの顔が見えん。これは誠に話しにくいもんですね。今までいろんな機会でお話をさせていただいたんですけどどかにどなたがおられるやらどういう表情をされていらっしゃるやら全くわからないのでありますがそういう中でご案内をいただきまして誠にありがとうございます。日頃から大変議会に関しましてはお世話になってありがとうございます。また今日は法令によりまして例年によるこのライトアップということで先ほど市長さんからもお話がありましたけれどもここの樹木のその紅葉といいますか大変素晴らしいものがありまして総社市の観光の名所の中の屈指の唯一の、代表的なものであろうかと思います。そういう中で私は思うのでありますけれどもいささか余談になろうかと思いますけれどもこの風景といいますかそれもさることながら私はそれを日頃から管理されておりいらっしゃいます団家の方当然住職を中心にしてその人間性そのものが私はこの庭全体へ現れておるんではないかな。こんなことを日頃から住職の人間性に対しても非常に日頃から尊敬いたしております。そういうようなことで皆さんにこの、ライトアップの光景をですね楽しんでいただきそしてさらには、この総社市以外の地区外の方にも大いに楽しんでいただいて総社を外部へ向けての PR につながってつながればいいなこんな思いもいたしております。多少寒さにも入っておりますけれども皆さんどうぞお風邪を召されないように一つ元気でいつまでもいらっしゃってまたこういうようなのを夜にも家族同伴で楽しみにおいでになってください。終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ご臨席を賜りました皆様にお言葉をいただきますのが本意ではございますがここでご臨席を賜りました方々を紹介させていただきます。来賓といたしまして岡山県議会議員小野康弘様代理吉井秀夫様総社市議会産業水道委員会委員長津上健太郎様総社商工会議所会頭で法福寺責任役員会副会長清水蘭様また主催者側といたしまして総社観光プロジェクト実行委員会委員長森安慎吾様ご来賓の方々におかれましては本日のご臨席誠にありがとうございます。また祝電は受付に掲示させていただいています。それでは点灯の準備をしますのでしばらくお待ちください。